はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ突然業者リミットレギュレーションの発表、本当に急に来るよね。デュエルリンクスってさ何の準備もしないんですけど、マジで急に来るんですよ。だからなんかやるよっていうなんか予告欲しいよねなんかなんだろうな、心の準備ができてないみたいなところあるんで、なんかほんとドッキリみたいな感じですよね。どっちかってってーっていう感じでっていうタイミングでリミットレギュレーション発表してくるんで、めちゃくちゃ急に行くんでびっくりするんですけど、今回は、8月の6日からリミットレギュレーションが適用になりますよというお知らせが来まして、本日7月の26日ですね。で、リミット2のカードが2枚増えますということなんですが、2枚だけです。2枚だけ今日は。な短いです。多分今日は。まず1枚目ガガガヘッド。このモンスター1体から、カードを増やしつつエクシー召喚を行う動きの回数を抑えるため制限しますと。で、もう1枚電子、光虫デジタルバグライノセバス、エクシー召喚を行うデッキの制圧力を抑えるため制限しますということなんですが、まず、ガガガヘッドからに関してなんですけども、やっぱりですね、先日のなんかその KCGT っていう大会が、あったと思うんですが、あれでなんか、オノマトが多すぎた問題っていうのに、運営がメスを入れたかったらしいです。はい。どうやらね、コメント欄も、またオノマトかよっていうコメントがめちゃくちゃ埋め尽くされたっていう話聞いてまして。なんで、まあ、そのオノマト一強環境というか、オノマトばっかりしかいない環境に、まあ、終止符を打ちたいということなんでしょうね。はい。で、これガガガヘッドってどういう効果を持ってるかっていうと、召喚に成功した時にね、墓地のガガガガモンスターをね、特殊召喚できるんで、ランク6軸でシスターと番長からの展開結構多いと思うんで、まあ、そこから、まあ、ヘッドをもう一回出してね、で、もう一回そのシスターと番長を展開して、もう一回展開し直すっていうことができたんで、これがめちゃくちゃ強かったんですけども、まあ、これを、まあ、抑制すると。まあ、これからは、そのリミット2枠がガガガデッキの場合はシスターと、あと、ヘッドと、あと、このライノセバスと、まあ、狡猾な落とし穴、まあ、エネミーコントローラー、あたりを食い合うことになると思うんで、まあ、基本的にはヘッドと、まあ、シスターを1枚ずつ入れる。で、ライノセバスは、抜くっていうのが、まあ、主流になるんじゃないかなと予想はするんですけども、まあ、どうなるかわかりません。これね、オノマトデッキっていうのは、その、オノマトランスっていうね、あまりにもぶっ壊れスキルがありまして、これ多分、推し自民とか聞いたらびっくりするんじゃないかと思うんだけども、オノマトカードを1枚デッキ、手札からデッキ戻してオノマトカードをサーチするっていうね、なんでも。マジでぶっ壊れスキルがあるんですよ。ね、サーチスキルが汎用スキルすぎて、あれが、なんだろうな、弱くならない限りはね、オノマトデッキはね、別にね、回ると思うよ。今、この現状、リミット2これぶち込まれたから、まあもちろんライオンセバスがリミット2になったのはきついし、ガガガヘッドがリミット2になったから、デッキのね、縛りがきつくなったのできついと思いますけど、でも、別に強いと思う大会環境とか知らんけど、そのラック戦とかで楽しむ分にはいくらでもね活躍できると思いますね。でキャラゲーを多分公言したから、この間デジタルネクストの遊戯王のね、なんでキャラゲーっていうのを明言してしまった以上、やっぱキャラクターのスキルっていうのはめちゃくちゃそのこれからのデュエルリンクスを担う、まあ、要素になってくると思うんで、多分オノマトランスを修正したくないと思うんですよ、運営としても。まあ、その、キャラゲーって公言した以上、なんかその、固有スキルをバンバン制限するしてきた、このデュエルリンクスに対して、まあ、すごい反感を持ってるんだけども、俺は。なんか、あれも戻せ、これも戻せっていうスキル結構あるんだけど。まあ、ランスは多分、その制限したくないから、まあ、こういうカードをかけるしかないのかなっていう、まあ、そういう予想ですね。で、ライオンセバスに関してなんですけど、まあ、これはね、まあ、主にはオノマトランスの、まあ、せいなんですけど、基本的には。主にはね。だから、まあ、純正、デジタルバグデッキを使っている皆さん、とばっちりを受けたことにぶち切れていいと思います。はい。僕もどっちかっていうとそっちのタイプなんで、おのおのデッキ知らんしみたいな。デジタルバグの方が好きなんで、どっちかっていうとね。なんで、とばっちりを食らった形になるんですけども、これはね、しょうがないと思いますね。これね、なんでかっていうと、やっぱね、ライノセバスの除去能力が強すぎたっていうのもあるんだけど、そのエクサベイドルっていうさ、カードが実装になりまして、汎用ランク6昆虫族モンスターなんですね。なんで昆虫族のエクシーズを出して即座にその上にライノセバスを重ねるっていうインチキエクシーズができちゃうから、ランク6を立てるデッキはなんかその絶対一望外構えることができるんですよ。先行でも後攻でもね。
しかもなんかこいつの効果は破壊だからさ、選んで破壊って強すぎて、選んでっていうか、まあ収録が一番高いモンスター破壊するっていう効果だから対象取らない状況なんですよね、これフリーチェーンで。やっぱあまりにも強すぎたので、この性能がさすがにカードパワー高すぎるっていう。なのでライモセバスはこの縛りがきついから許されているわけで、これ縛りがなくなったら強いからさ、どう考えても。なのでまあこれはしょうがないと思います。はい、なんで純正デジタルバグデッキを使っている方はね、泣きましょう。だからまあ何回も言ってるようにね、そのね、デッキごとになんかそのなんか組み合わせリミット作ればいいんじゃないかなっていう、なんかデュエマにはあるんですよね。なんかそのなんかそのコンボ電動みたいなやつ、あれをデュエルリンクスでも実装したらいいんじゃないかなっていう。そのだから例えばライノセバスだったら、そのサンダードラゴンデッキとかオノマトデッキでは使えねえけど、デジタルバグデッキだったら別のリミット2として数えないよみたいな、そういう感じでなんかやっていくことってできないんですかねと思うんですよね、個人的にはね。まあちょっとプログラミングむずいみたいな話あるかもしれないですけど、はい、という一応提案でした。で、今回弱体化したデッキなんですけど、まあ主にはやっぱランク6を使うデッキですね、基本的には。オノマトデッキは もちろんこいつがいるんでそうですけど、あとはこいつの、を使えたデッキ、まあサンドアードラゴンデッキとか、あと聖国デッキとか、あとバンパイアとかもそうですね。ランク6が使えるデッキは全部一応弱体化になってますけど、まあ、一番サンダードラゴンがきついかな、ライノセバスリミットには。大体サンダードラゴンって援軍か黄金筆どっちか入れるんで、ライノセバス入んなくなっちゃうと思うんで、なんで一応一重許可構えられないっていうのはちょっと弱いかなと思いますね。はい、まあ、ただ別にサンダードラゴンデッキもこいつなくったって十分強いんで、まあ環境になんかその大変動が起きるかって言われるとそうではないですけど、そのこの間の KCGT みたいな、なんかそのオノマトしかおらんみたいな環境にはまあこれでなんなくなってくれると嬉しいなと思いますけど、まあスキルが生きてるから別にオノマトも知らないと思うけどね、はい、というわけで、リミット速報でございました。ぜひね、コンボ電動に関してはちょっと一個願いたいとコナミさんには思っておりますんで、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。